中川智美です。話題の話題、この番組では地元和歌山大学で行われている最新の研究や大学の動き、キャンパスライフを私和歌山大学 OG の中川が学生の皆さんと共にお届けしています。5年目になりましたか。もう5年経ちました。さあ今年はですね、番組の企画構成から本番の進行、それからインターネットでのユーストリーム中継などなど、話題生との共同制作によるみんなで作る広報ラジオ番組としてリニューアルをいたしました。去年の7月に続く今回は入試直前特集としまして、先輩学生が受験生の皆さんに和歌山大学の入試ポイントや、また熱い思い気合をお届けしたいと思います。では気合の入った皆さんに今日はスタジオに来ていただきました。さながらね、女子会のような感じになってるんですが、華やかなスタジオです。皆さんこんばんは。こんばんは。はい、今日は女子がかなり多めでございまして、本当にね、いい香りがスタジオに漂っておりますが、皆さんとお送りしてまいります。スタジオの様子はですね、インターネットで動画配信中です。ユーストリームで和歌山大学と検索してみてくださいね。それではこれからの1時間どうぞお付き合いください。話題の話題、この番組は和歌山大学がお送りします。和歌山大学の情報満載、話題の話題。さあ今回はですね、入試特集ということで、まずはこのコーナーから、受験直前先輩が教える話題の入試ポイントです。もうすぐ本番を迎える受験生から寄せられた入試や各学部にまつわる質問に、今日は現役の先輩学生たちに来ていただきました。自らの経験をもとに、かなり実感のこもったお答えをしていただきたいと思います。では、ご出演の皆さん紹介しましょう。まずは、入試課の山口彩さんです。山口さん、こんばんは。こんばんは。よろしくお願いいたします。7月に続いての登場ということで。はい、そうなんです。受験生の皆さんもセンター試験が終わってほっとしているかと思うんですけれども、私自身も少しほっとしてしまっていますが、はい、このラジオを通してまた気を引き締めていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。そして各学部の皆さんです。教育学部から、学校教育教員養成課程1回生の斉藤玲香さんです。斉藤さん、はい、こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして経済学部からは市場環境学科1回生の小川舞さんです。こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。それから観光学部からは観光経営学科3回生の山本あゆみさんです。こんばんは。こんばんは。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。そしてシステム工学部精密物質学科2回生の徳永恵里さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。というこの皆さんに集まっていただきました。今日は皆さん女性なんですよね、出演はね。ユーストリームで今配信をしているんですけれども、このメンバーの中もほとんど女性ということで、いやーすごいですね女性の力はね。男性もいるんですけどもね。はい。さあ、受験生の今回いただいた質問なんですけれども、山本さんのね、はい、母校であります、開智高校の先生、それから生徒さんにご協力をいただきました。いただいた質問の中から、受験に関する質問、また大学生活に関する質問まで、いろいろバラエティに富んでおりますので、では順番にですね、質問にお答えをしていきましょう。それでは最初の質問、これはですね、入試課の山口さん宛てに私からの質問でございます。はい、受験傾向としては全国からの志願者数と入学者数割合っていうのはどういうふうになってるんでしょうか。はい、去年のデータですと志願者数は4786人、はい、そんなにいるんです。はい、
で、入学者の内訳なんですけれども、和歌山県の人がやっぱり圧倒的に多いんですね。ええー。大体 30% 弱ぐらいですね。そうですか。はい。うんうん、近畿圏を合わせますと、もう 80% 近い人が、はい、入学してくるわけなんです。関西の人が多いんですね。そうですね。うん、ただ、全国を見てみても、はい、北海道から南は沖縄まで数多い、はい。うん、県からすごくたくさんの人が来てくださっていますので、はい、和歌山だけじゃないんだよっていうところを皆さんに知ってほしいと思います。はい。はい、まあ和歌山以外の人も多いなというのは私のね実際に学校に行った時の実感としてはあるんですけれども、はいはい、結構遠くからもね。はい、うん、そうですね。結構一人でその下宿したりだとか、あと寮に入って頑張っている学生もいますので、うん、はい。結構不安になってる学生さんも多いんじゃないかなと思うんです、一人で和歌山に来るのは、うん、でもそういった学生さんが多いので、そういった学生さんとその寂しい気持ちがあったとしてもそれを共有していけるので、うん、はい、心配はないんじゃないかなと私は思います。はい、はい、ということでございます。さ、続いてはですね、受験生からの質問いきましょう。まずは教育学部の斉藤さん。はい、教育学部の総合教育課程と学校教育教員養成課程ではどのような違いがあるんでしょうかという質問です。はい、私も入学するとき迷ったんですけど、うん、一番大きい違いは免許の取得が卒業に必要か必要じゃないかが多分一番大きいと思います。うんうん、総合教育課程は、はい、卒業に免許がいらないですけど、うんうん、学校教員養成の方は免許がいるんで、絶対教師になるぞっていう人は教員養成の課程に行かれるかと思います。うん、勉強の内容としては何か違うことっていうのはあるんですか？取る授業が少し違うみたいなんですけど、うんうんうん、なるほどね、やっぱりちょっとその科によって違ってくるんですか？はい、あと教員養成の方は1回生の時にもう実習の方に付属の中学校に、あ、小学校に行かせていただきます。はいはい、実習ももうあるということで、はい、よりこう先生を目指す人にとっては、こっちの家庭に、はい、ということになるんですね。実践的ですね、ちょっと。で、もうちょっといろいろ見てみたいなっていう人は、その総合教育課程という形で選べばいいんですね。はいはい、これは、いつの段階で選ぶんでしょう？これは多分、出願の時にも、うん、選ぶと思います。はい、ということですので、あ、山内さん、それで OK ですか？はい、そうですね。はい、出願の際にもう教員養成課程と総合教育課程選んでいただいて、入学後に自分の専攻もうちょっと幅狭く決めていく感じですね。うん、なるほど、ということですよ。さ、続いて3問目ですね。こちらも、斉藤さんにお答えいただきましょう。学生生活はどのようなものですか？先輩のとある一日を紹介してくださいと。はい、かなりプライベートなこともそうですね、入ってきそうですが、私のプライベートオープン、あ、いいんですか？あ、はい、お願いします。火曜日なんですけど、はい、1、2、4限ってあるんですよ。で、1限目9時10分から授業を出て、はい、お昼皆さんご飯食べるじゃないですか、ね、あえて食べないんですよ。え、食べないんですか？食べない。ちょっと間を空けて3限の空いてる時間に、その食堂が空いてる空いてる時間に友達と行って、うんうん、おしゃべりしながらご飯食べます。そう、お昼の時間って、はい、ものすごい行く時にもよるんですけどね集中すると混んだりしますもんね。めちゃくちゃ混むんですね。うん、なんで人がみんなが三元を受けてる間にこう優雅に食べますね。なるほど、はい、そういう使い方をしてると、はい、うん、その空いてる時間に、あ、宿題やってないってやったりもしますね。なるほど、はい、でも有効に使ってるわけですよね。そうですね。空いてるコマ、はい、空いてるコマは有効に使ってますね。うん、そんで放課後は部活行ったり、部活がなかったらバイト行ったりしてますね。うんうんうん、バイトは何関係ですか？は、うん、あれです。あれですか？ファミリーレストランです。ファミレス。はい、ファミレス。ねえ。まあ、バイトをしながら、学校生活をね、送ってるという人もいると思いますけれども、学生生活って本当楽しいですよね。めっちゃ楽しいです。
今自信を持っていますね。はい。本当に、こう、いっぱいいっぱいまで楽しんでほしいなというふうに思いますので、はい、ぜひね、期待しながら勉強を励んでくださいね。はい。では、続いては、経済学部の小川さんに質問が来ていますね。はい。経済学部では、いろいろな分野の学問が学べるということですが、どのようなことを学べますか？もう少し具体的に教えてほしいなということなんでしょうね。はい。経済学部は経済学科、ビジネスマネージメント学科、はい、市場環境学科の3つに分かれているんですけど、はい、経済学科は経済学の基礎や歴史、ビジネスマネージメント学科は商業簿記や経営学、うん、市場環境学科は法律や マーケティングマネージメントなど勉強できます。はい。ちなみに、小川さんは市場環境学科ですけども、はい、特にこう、面白いなと思う授業ってありますか？私は本当は体育が好きなんですけど、けど、その市場環境学科だったら民法の授業がすごい好きです。おー、うん、そうだ、法律のこととかもやるんですよね。はい、うん、民法に、うん、ハマったきっかけっていうのは？なんか、身近なことが多いんで、その授業を聞いてても、うん、なんか納得できたりとか。ああ、その自分の中で、こう、想像しやすいというか。はい、そんな感じ。へえ、いや、いいですね。民法が好きっていうのもね、なんか、私、すごい難しいなと思ってたんですけども、やってみるとやっぱり楽しい。やってみたら意外と楽しかったです。こういろんなことに、だから、興味のあることはどんどんチャレンジしていった方がいいですね。そうですね、やっぱり。うん、大学の時しかできないことがいっぱいあると思うんで、うん、やってほしいと思います。はい。それからもう一つ来てますね。受験生の時はどのようなリズムで生活していましたかという。はい、はい、まあ一言で言うと、私はとても健康的な生活をしています。健康的。はい。寝る時間は絶対に11時までに寝るって決めてました。なんか遅い時間までね、こうわーって勉強してる人もいるのかなと思うんですけど、そうじゃなくて逆に寝る方がいい。はい、私はもうとりあえず寝るみたいな、うん、で小テストがあったら朝早くに起きて勉強した方が頭に入るんで、朝早くに起きてやってました。今ね、朝活っていう言葉があって、朝を活動的にね、こう使うっていう、まさにそれですよね。はい。そんな感じ。いっぱいちゃんと寝て、ちゃんと食べてっていう規則正しい。いっぱい食べて。そう、食べるの好きなんですか？はい。めっちゃ好きです。さっきね、2限が終わって、まだ、1限が終わってか、2限が終わってかな、食べないっていう話をしてましたけど、その時に、ってちっちゃい声で言ったのが小川さんなんですよ。ね。もうそんなの信じられない。信じられない。どれくらい食べるんでしたっけ？朝ごはん2回、昼ごはん1回、おやつとか挟んで晩ご飯2回食べます。元気ですよね、本当に。ね、好きな食べ物は揚げ物などなどだけど。そのあたりもまたね、後ほどじっくりと伺いたいと思います。では続いて、システム工学部の徳永さん、質問が来てますよ。はい、これがね、6問目になります。高校時代に成績が伸び悩んだ時、どんな対策をしましたかという質問です。そうですね、うん、私の場合は、高3の夏ぐらいに実感しまして、うん、で、その時、担任の先生からは、まあ、みんな、頑張ってる時だから、そう、仕方ないよ、みたいな感じで、まあ、励ましてくださって、うん、で、そこからは、本当に自分との戦いだな、と感じましたね。なんか、うん、いかに昨日の自分を超えるか、みたいな感じで、まあもちろんミス、なんかテストとかでミスをしないとか、難しい問題を解けるようになるのも大事なんですけども、うん、その、いかにその、答え合わせした時とかに、あ、ここできたのにっていう、なんかその、しょうもないミスとかをなくすようにだけ意識向けましたね。うん、もともと勉強は好きでしたか？あ、そうですね。中学生まではどちらかっていうと嫌いで、うんうん、なんか理系とかも絶対行くと思ってなかったんですけども、中学校の時に会った先生がとても数学を楽しく教えてくださる先生だったんで、はい、理系の道に進むようになりました。いい先生に出会ったんですね。そうですね、うん、
本当今システム工学部ですから、はい、役立ってるバリバリですね。今特に面白いなと思う授業ってありますか？そうですね、私化学が好きなんですけども、うん、その化学の授業のところでも結構物理の話が入ってきて、うんうん、なんか本当にその 理論的な話、講義があるんで、それがすごく楽しいですね、うん、入ってから実感することもたくさんねあると思いますけれども、はい、もう一問来てまして、徳永さん、和歌山大学のどこに魅力を感じていますか、またいつ頃から志望校として考えていましたかということなんですが、どうでしょうか？そうですね、入って実感したんですけども、先生一人に対しての、うんうん、学生の人数が少ないので、実験とかあるんですけども、その時とかは結構細かいところまで見てくださるので、それがすごくためになって勉強になってます。うん、一人一人ちゃんとこう見てくれるって本当嬉しいですよね。そうですね、特に実験とかはなんか間違ったことしたら本当に事故とかにつながるので、うん、はい、そうですね、大変心強く感じます、うん、システム工学部といいますと設備がすごく整っているというのも聞いたことあるんですけども、どうでしょうか？そうですね、あとまだできてばっかりなんで、なんか結構全部新しかったりとかしますし、うん、はい、いい感じですか？いい感じですね。はい、ね、で、いつ頃から志望校として考えてましたかっていうことなんですけども、第一志望っていうのはちょっと違う大学を考えてたんですけども、まあ大きい枠では近畿圏の国公立って考えてたのが最初ですね、うんうんうん、で具体的に和歌山大学って決めたのはセンターリサーチをかけた後で、その後の先生との面談で話し合って決めました。うん、最初和歌山大学、まあ、キャンパスに来た時にね、どんな感じでしたか？その時のこと覚えてます？そうですね、なんか入ってすぐにバッて通りの向こう側にシスコ棟があるんですけども、なんか大学というよりかはなんかどっかの企業の会社かなっていうぐらいの立派な、ね、立派なんですよ、建物だったので、ね、ちょっとかっこいいなっていうのが第一印象でしたね。そう、塔がね、なんて言うんでしょう、キラキラしてるっていうか、そうです、そういう風に見えるんですよ。、うん、すごいかっこいい塔ですよね。はい、なんか宇宙ステーションみたいな感じですね。その、まあ、お隣にはクリエというところもあったりして、はい、皆さんが、まあ、研究とか実験とかね、いろんなところで行ってるわけなんですけれども、まあ本当設備も、私自身も学校にいるときにいろんなものがあるなっていうので、まあ、図書館もそうですし、もう充実してるのがとにかく嬉しかったですね。で、他にもね、いろいろ取り組んでることもあるかと思うんですが、それはまた後ほど伺うことにいたしましょう。では、質問続きます。観光学部山本さんにお願いしますね。観光学部では英語教育もしっかりしていると聞きましたが、具体的にはどのような様子ですか？はい、大学1年の時は週に2コマ英語の授業が必須であります、はい、それに加えてエクステンションという、単位とは直接関係しないのですが、一般的な英会話スクールに行くより安く英語を学ぶことができるという環境が観光学部独自のプログラムとしてあります、うん、はい、これは1年次で通年通して英会話をメインとする、観光英語とネイティブの先生から教えてもらうホスピタリティ英語、加えてTOEICの対策が週1コマ、TOEICの IP テストが前期後期各1回ずつあります、うん、で2回生も同じようなものが続きまして、これが、格安の10万4000円で受けれるんですね、はい、うん、ぜひ英語を勉強したいなら積極的に、まあ、ほとんどの人が利用するんですけど、そうなんですか、はい、うんうん、勉強してもらいたいですね、うん、山本さんも、はい、もちろんやりました、うん、今でももうネイティブの先生オーストラリアに帰っちゃったんですけど、 Facebook を通してたまに連絡取っているんで、
はい、なんかわからないこととかもすぐ聞けますね。教えてくれますね。はい、その頃は全然英語なんて喋れなかったんですけど、もうボディーランゲージ駆使しながら、はい、で英語をね今の、はい、やってるっていう話でしたけども、はい、まあ、皆さんもちろんするんですけど、はい、山本さん特にお好きになったそうで。はい、そうですね。それがきっかけで、まあ、留学したいなって思うようになりました。留学経験があるということなんですけれどもね、はい、そのあたりはちょっとまたゆっくりと聞きましょう、はいはい、質問参りましょう。企業の人と合同で行ったプロジェクトがあれば教えてください。はい。これは学部、学科、ゼミによって様々だと思うんですが、私の場合はゼミの活動を通して企業さんと合同でいろんなプロジェクトを行っています。うん、例えば、南海商事さんと和歌山県庁さんと合同で、うん、古道歩きの里地下通をメインとした旅行商品を作りました。で、出来上がったものを飛び込み営業で各旅行会社に営業に行きました。そこまで、はい、ですね、はい、これはすごい、はい、今も違うプロジェクトやってるんですけど、少し宣伝になっちゃうんですけど、私たちのゼミともう一つのゼミが合同で行っているんですけど、和歌山の旅館ホテル4社と共に宿泊プランを作っております、うんうん、でこれが1月20日から実際に売り出されるんですけど、はい、私は白浜のホテルシーモアさんと合同で作っているんですけど、卒業旅行シーズンを狙った女子旅応援プランを作っております、うん、ですのでこれをお聞きの受験生の皆さん卒業旅行ぜひ白浜いかがでしょうか、ね、目いっぱい勉強して、はい、試験が終わったら、はい、パーッと遊びに来てほしいですね、はい、お願いしますさあ、もう山口さん、はい、すごいですね、学生の皆さんね。そうですね、私も教育学部の学生だったんですけれども、うんうん、私自身もそのゼミの関係で聖林高等学校の方に教育実習とはまた別でその教育ボランティアとして行かせてもらったことがあるんですね、はい、そんな感じで教育、経済、シスコ、観光とそれぞれの学部のそれぞれのゼミで違ったことをしていて、それが学生さんのすごくなんかやる気につながっているというか、うん、はい、すごく和歌山大学全体が活気づいてるんですね、うん、はい、私が職員になったんですけれども、学生さん今いらっしゃる4人を見てすごく、あ、私の時よりもさらにパワーアップしてるんじゃないかなと思います、はい、もうどんどんこの元気なね、意欲的な学生の皆さんがいらっしゃるんだなというふうに思いますけれども、ではこのコーナーね、学生全員の皆さん、せっかく今日は各学部から来ていただきましたんで、一人ずつちょっとお聞きしましょうかね、どのような授業がありますか、名物教授、人気の授業にはどういうものがありますかということですので、それぞれ教えていただきましょう。まずは教育学部、斉藤さん、教えてください。はい、はい、私名物かわかんない、あ、名物人気かわからないんですけど、私の大好きな授業、はい、紹介していいですか。お願いします。土曜日にある授業なんですよ、うん、土曜日にわざわざ学校とか来たくですよね。で、取るときにちょっと躊躇するかもしれないんですけど、うん、障害児指導法っていう、うんうん、障害を持った子供さんとかと接する機会があるんですね、この授業は。はい。で、毎週じゃなくて月に2回程度なんですけど、学校に障害を持った子供さんが、小学生から大人だと私たちよりちょっと上ぐらいの人まで学校に来られて、それで一緒に1対1になって活動するんですね、うん、例えばクリスマスだったらクリスマス会っていうテーマがあって活動するんですけど、うん、なんとそれを授業を進行してるのが学生なんですよ。え、学生が進行するんですか。はい、はい、学生がもう今回の授業のテーマから何か全部決めてしてるんですね。3回生がしてるんですけど、もうそれが多分話題しかないんじゃないかな。多分話題しかない、やってないと思うんですよ、うん、でこれは名物です。確かに珍しいし、はい、楽しそうですね。興味ある人はもう、はい、本当に取った方がいいですね、これ。はい、興味ある方はぜひ取ってほしいと思いますし、その特別支援教育とかそういうのに興味が今までなかったとか、全然知らないけどっていう方にも、にこそ取ってほしいですね。うん、私は全然知らなくって、なんか、どんなんかなと思って取ってみたんで、
おすすめですか、はい、おすすめです一押しですはい、はい、ということで教育学部斉藤さんでございました。経済学部いきましょうかね。小川さん。はい、経済学部、私その市場官なんですけど、はい、市場官は法律とマーケティングってさっき言ってたんですけど、その私がお気に入りなのはそのマーケティングマネージメントの授業で、うんうん、マーケティングマネージメントの授業はその椿シャンプーで有名な椿とか、ファーストフード店で有名なマクドナルドなど、うんうん、その身近な企業の経営戦略を先生が分かりやすく教えてくれるっていう授業なんですけど、その経営戦略って難しいじゃないですか、うん、それを身近な企業を使って教えてもらえることによってより分かりやすく勉強できるので、私はその授業が好きです。へー、具体例を挙げてもらうと分かりやすいですよね、はい、めちゃくちゃ分かりやすいですね。うん、あのね、みんな他の企業の人も知りたいんじゃないかなと思うぐらい面白そうな授業ですね、うん、それもね、はい、はい、ということでこれがおすすめだそうです。はい、システム工学部、はい、徳永さん、質問に答えていただきましょう。はい、そうですね、先ほどもちょっと言ったんですけども、あの私の学科は精密物質学科って言いまして、どんな授業してるんやろうかっていう感じだと思うんですけども、うん、あの化学と物理学とどっちも平等にある学科でして、あの化学、化学の話なんですけども、その理論を説明するのに物理の式を使ったりとかをやるので、あの大変そのミックスした授業があって、あの化学と物理学はあの話して切って話せない関係なんだなっていう授業があるので、それがあの大変楽しいですね。うん、あとシスコーだと実験もやっぱりいっぱいあるんですよね。そうですね、うん、実験、はい、実験して、実験は楽しいんですけど、その後のレポートが大変っていうそれ聞いたことありますよね、はい、ね、でも大変な中でも発見とか面白いことがあるっていうことですよね。そうですね、うん、では観光学部、はい、山本さん、はい、おすすめの授業を教えてください、はい、私がおすすめする観光学部の授業は、毎年夏休みの期間中に行われる観光実務ケーススタディです、うん、これは本当毎年とても人気な授業なんですけど、実際に旅館の社長さんからお話を聞いたり、ロイヤルパインズホテルやユニバーサルスタジオジャパン、日本旅行などを実際訪れて、現場で働いている人のその仕事の状況や運営方法ややりがいなどを直接聞くことができるので、とてもためになる授業です。あ、実際に行くんですね。はい、だから夏休み中なんですけど、5日間連続で行われるんですけど、うん、すっごい楽しいです裏側のこととかいろいろ聞けるんですかね。はい、そうですね、ユニバーサルスタジオとかも本当に絶対一般人入れないところに入れて、へえ、はい、それあの行きたいですね。そうなんですよ本当に行きたい感じもしますけども、はい、まあ、それぞれだから特色がありますよね、山口さん。はい、うん、私もそのいろんな授業を取って、私はあの教育学部の国語専攻だったんですけれども、国語以外の授業でも例えば算数や理科、うん、そういった授業でもすごく面白みを感じることができたんですね、うん、それはやっぱり先生方がこう一人一人熱心に教えてくださって、それを私たちがすごく楽しいと思えるような、そういう環境が和歌山大学に整っているからじゃないかなと感じています。はい、はい、ということでいろんなね、質問に学生の皆さん、そして山口さんにもお答えをいただきました。この時間は受験直前、先輩が教える話題の入試ポイントについてお伝えしました。和歌山大学の情報満載、話題の話題。ではここで一曲お送りをいたしましょう。学生の皆さん、今日ご出演の皆さん、まあ、最終的に志願校を出すときに先生のあのとの話し合いともあって、和歌山大学を選びました。うーん、和歌山大学、来てみてどうですか。あ、そうですね、はい、やっぱり
さっきも言ったんですけども、私の考えてた大学のイメージって、その結構教授とは距離が遠い感じがしてたんですけども、入ってみて、やっぱりすごく直にお話しすることもあるので、うん、はい、とても勉強になりますね。うん、そう、近いっていうのは本当に感じますよね。はい、うん、そうですね。勉強の時だけじゃなくて、それ以外のところでも、はい、例えばよくね、先生に遭遇する確率が高くなるんで、よくね、外を歩いてらっしゃる教授もいらっしゃるので。そうですね。先生方も顔を覚えてくださってて、うん、普通に挨拶をして、っていうアットホームな感じが、はい、うん、いいですよね。いいですね。はい、では続いての質問、今どんな勉強また大学生活を送っているのか、もうちょっと詳しく教えていただこうと思います。では教育学部斉藤さん。はい、私は大学生活ですか。はい、もう主に部活命でやってるんですけど。お、部活。はい、部活ステップっていうボランティアを企画してる部活なんですけど、はい、さっきもおすすめの授業言ったんですけど、障害を持った子どもさんと触れ合う機会が多い部活でして、うんうん、そこで出会った友達とかと遊びに行ったりとか、めっちゃ楽しく大学生活送ってます。うん、もう今はそれに結構力を入れて。はい、気持ち力入れてますね。うん、どんな出会いがありましたか。出会いですか。はい、そうですね、いろいろあると思うんですが。はい、卒業された先輩ってそんなに関係って途切れるじゃないですか。でもその部活の先輩はよくそのボランティアに来てくれたりして、その上の先輩とか、うんうんうん、そういう先輩とかと会う機会も少しあって、熱く語り合ったりとか、楽しいです ね。今斉藤さんは1回生ですけども、はい、1回生です。上ってなると結構ね、年が上ですけども、はい、でもいろんなこと聞けますよね、そうなるとね。はい、もう現役で現職先生されてる方もいらっしゃいますし、うんうん、そういう人と話したらまたこう視野が広がったりとかしますね、考え方とかね。いっぱいいろんなこと聞いて、はい、また吸収してね、はい、次のステップに。ステップに、はい。ちょっとなんかシャレみたいになっちゃう。ごめんなさい。そんなつもりはない。ちょっと恥ずかしいですね。じゃあ、小川さん行きましょう。はい。小川さんはどんな学校生活を。私は勉強以外の時間は、まあ、自分の好きなことで、もう免許もこの間やっと取りましたし、あとはバイトを頑張ってます。うん、バイトはちなみに何関係ですか？ケーキ屋さんです。ケーキ屋さん。はい、おお、ケーキ屋さんって、はい、これ私の勝手な思いですけども、もし、まあ、夕方終わりますよね。はい、余ってたら。はい、ケーキってそんな持たないじゃないですか。はい、もしかして持って帰ったりその場で食べたりとかはできないんですか。一回行ったら、うん、食べさせてくれるのは食べさせてくれるんですよ。うんうん、でそのシェフがなんか頑張って働いたら持って帰っていいよって言ってちょっともらったりとか、そうするんでめちゃくちゃ太ります。ちなみに大学に入って増えましたか。めっちゃ増えました。5キロ以上増えました。おー、今ね、すごいスレンダーなんですよ。うん、いやいや。ね？うん。でも食べるの好きなんですよね。めっちゃ好きです。羨ましいです、本当に。食べたり、バイトしたり、楽しくね、勉強の合間にそういうことで、はい、楽しんでるということですね。はい、それでは、観光学部山本さん、はい、行きましょう。はい、私もバイトをしたり、あとは今活動している学生広報のもの、学生広報の活動がすごく大好きで、うん、主に高校生向けに学内案内したりだとか、とずっと念願だったフリーペーパーも出せて、はい、いろんな経験させてもらっています。学生広報ってどんなお仕事なんですか？いろいろしてるんですけど、大学内をもっと楽しくしようよって思いで、いろいろ高校生向けだったり、地域の方向けだったり、もちろん学内の学生向けだったり、はい、いろんなことを
楽しもうよって言って頑張って活動してます。観光ですからやっぱり PR の分野はすごく勉強になりますよね。本当それですね。はい。いろいろな活動が将来活かせるんじゃないかなと思って一つずつ頑張っております。就活の方はいかがでしょうか。本当に今真っ最中で今日も学内の合同説明会に行ってきたんですけど、そうですね、就職氷河期って言われてるんですけど、自分の、はい、やれることを精一杯やって自分の納得できる仕事につけたらいいなと思っております。頑張ってください。ありがとうございます。ではシステム工学部の徳永さん。はい、勉強の方はまあもちろんその講義の形でもあるんですけども、やっぱり実験とかもすごくあって、はい、いつも実験やってレポートに追われてます。で、はい、私部活吹奏楽部に入ってまして、結構活発にありまして、はい。何弾いてるんですか？オーボエっていうのものを吹いてます。はい。いいですね、楽器。はい。昔からやってたんですか？いえ、実は大学に入って始めました。すごい。そうなんですよね。でも私の改正は結構初心者が多くて、本当に初心者も大歓迎っていう部活なんで、本当にやりやすかったです。じゃあ、はい、未経験だけど受験生の中でやってみたいなっていう人は、はい、もうぜひぜひ、今ちょっと本当に人数不足なんで本当にはい、ぜひ4月新歓っていうものをやってますんで、覗きに来てください。はい。いや、ウェルカムです。ちょっと宣伝になりましたね。大学生活ね、楽しいこともいっぱいあるというふうに聞きましたけども、逆に辛いなっていうことって何かありますか？斉藤さん。はい、辛いことですか？受験生の皆さん今勉強でこう、辛いと思うんですけど、私たちも2月の前半に期末テストが待ってます。テストがね、ということはレポート時刻ですそれが今恐怖してますね恐怖してますか、はい、今からちょっと考えてね、作っとかないと。そうなんですよ。で、それを前期ちょっと反省したんですけど、もうちょっと前もって勉強せななと思ったんですけどまた同じことを反省しそうです小川さんはどうですか？ちょっと大変だなと思うこと。私もやっぱりレポートとか小テストが辛いですね。やっぱ緊張しますか？そのテストの前の日とかって。いや、緊張はしないんですけど、もう毎日レポートやらないととかいろいろ考えてたら他のことに脱線できなくなるんで。ああ、それに集中して。そうですね、なかなか他が手につかないのが辛いかなっていう。そんな感じではい、山本さんは。そうですね、辛いというか、まあ、後悔のこともあるんですけど、やっぱり大学生活って何でも自由なんですね。だからその自由時間をうまいこと生かせれたらいいんですけど、まあ、たまにちょっとぼーっとしたりダラダラしちゃったりした時間の無駄遣いしちゃったかなってちょっと、はい、後悔しますね。それは確かにね、ありますよね。みんな誰しもね、ちょっとこう、はい、ゆっくりしたいなっていう時はあるんですけども、はい、それになんとか負けないようにするのが大変。はい、なるほど。はい、徳永さんはどうですか？そうですね、もう皆さん言ってるんですけども、やっぱり前期と後期の試験が一番苦痛ですね。こればっかりはね、どうしようもないですから。はい、うん、大半が楽しいことなんで、本当にもう苦しいのは何かって聞かれたら、もうそれぐらいですかね。ね、はい、はい、では皆さんの将来の夢、目標などをお聞きしましょう。斉藤さん。はい、私はもう高校の時から将来の夢っていうのがなくて、で、私の今の周りの人はみんな小学校の先生になるとか、そう熱い夢を持ってる方ばっかりなんで、ちょっと私の目標が大学生活の中でこれだっていう夢を見つけるっていうことですかね。そっか、夢を見つけるのが夢。はい、そうです。そうですね、大きいですこの夢、あと3年ありますからね。はい、あと3年あっという間ですね多分きっと、ね、あっという間の中でもじっくり考えて決めていきたいですね。はい、はい、小川さんお願いします。はい、私はやっぱり食べることが好きなので、食品会社に
行きたいなと思います。それいいですね、はい、趣味と実益を兼ねてみたいな。もうぜひ食品会社に行きたいです。例えばどんなとこに行きたいっていうのありますか？何作りたいですか？いや食べたい。食べたい、はい、食べるのはそうですね、まあ、あの入らなくても食べられますけど、より近くにいたいんですね。そうですね、うん、そのもうその環境に入れるだけで幸せです。あ、新しいものを作りたいとか、それとも売る方に行きたいとか。両方したいですけど、うん、やっぱ人と接することが大好きなんで、その接客っていうのもしてみたいです。あ、夢広がりますね、はい、何屋さんになったかまたじゃあ教えてください、はい。山本さん、将来の夢は？はい、将来の夢なんですけど、まあ、大学4年間で学んだことが活かせるような仕事に就きたいなと思っています、うん、と、まあ、世界一周とかもできるようなそんな感じにしたいなと思っております。そう、カナダにね、はい、留学してたという経験もありますから、はい、よりいろんな世界を見てみたいと。そうですね、はい、視野は広く持とうと思っております。はい、それでは徳永さん。はい、私は、やっぱり科学に携われるような仕事に就きたいなと思ってます。うん、具体的に言うとどういう関係でしょうね。そうですね、まあ、化粧品とかああいうのとか、まあ、その高分子化学って言って、うんうん、まあ、そういうセラミックみたいなのとかを、うんうん、はい、専門としてるようなところに行けたらなと思ってますね。うん、なかなか専門的な分野で、はい、ね、そうですね、うん、なんかこう研究すること、突き詰めることっていうのが結構好きなんですかね。あ、そうですね、うん、はい、はい、もう高い目標で。ぜひ見たことないものとかを作り出してください。それでは話題を目指す受験生の皆さんにですね、一言ずつメッセージをいただけますか。斉藤さん。はい、受験生の皆さん、私たち学生も期末テスト頑張るんで、甘いものを摂取しながら頑張りましょう。はい、では小川さんお願いします。はい、勉強はやっぱ1年間十分やってきたと思うので、あとは体調に気をつけて全力で最後まで頑張ってほしいと思います。山本さん。はい、話題は学生のやりたいことを応援してくれる大学だと思いますので、この春皆さんにお会いできることを楽しみにしております。徳永さん。はい、辛いこともあると思うんですけども、いつか振り返った時に、あの時よく頑張ったなって、微笑ましく思える時が絶対来るので、あと1ヶ月頑張ってほしいなと思います。応援してます。この力強いエールでね、皆さん頑張って、いただけるかと思うんですけれども、さあ入試課の山口さんに再びお話聞いてみましょう。はい、勉強ももちろんなんですけれどもね、はい、いろんなことに興味を持って取り組んでる学生の皆さん多いんですね。はい、そうですね、話題の学生さんで今部活動とかサークルに入ってる方がだいたい7割ぐらいいるんですよね。結構多いんですね。そうなんです、うん、で部活に入ってない学生さんでもそのアルバイトだったりとか、あとボランティア活動に勤しんでる学生さんすっごく多いんですよ、うん、だから勉強だけだとやっぱりねちょっと息が詰まっちゃう部分もあるので、勉強以外にも何かやりたいことを見つけてる学生さんっていうのがすごく多いので、うん、皆さんも受験生の皆さんも受験が終わったらそういったやりたいことを見つけてほしいなと思います。うん、ちなみに私もですね、はい、話題在籍中はラジオサークルに、はい、いまして、この後ねお話またしてもらうんですけども、はい、FM 和宝というミニ FM のサークルのね、はい、川内さん後輩なんですけれども、はい、やりたいことを突き詰められるサークル、もういろんな部活も合わせてですけども、なんて言うんでしょう、種類が多いですよね。そうですね、うん、話題にしかないんじゃないかなっていうようなサークルもありますし、うんうん、話題の地理を生かしたようなサークルや部活動、例えばヨット部なんかは他にはないんじゃないかなと思いますね。うんうん、はい、そういったこういろんな数多くある中から自分のやりたいものを見つけて楽しんで大学生活を送ってほしいなと思います。はい、この時間は話題生から受験生にエールと気合届けますと題して、先輩学生が受験生のみんなにアドバイスとエールを送りました。和歌山大学の情報満載、話題の話題。さあここでですね、入試課の山口さんから
入試日程などを伝えていただこうと思います。はい。まず、出願期間なんですけれども、はい、出願期間は前期と後期同じ期間です。はい。1月23日から2月1日まで。もう一度大事なので繰り返しますよね。はい。1月23日から2月1日。余裕を持って早めに出した方がいいですね。はい。2月1日は持参での受付も行っておりますので、皆さんできるだけ早めに出願した方が余裕を持って、はい、安心して出願できますのでね。はい。で、前期の試験が2月25日です。2月25日。はい。はい、後期試験が3月12日です。うんうんうん。はい。で、試験日の注意なんですけれども、はい、皆さんね、今センター試験が終わってほっとしてるんじゃないかと思うんですけれども、そうですね。そうですね。私もちょっとほっとしちゃってるんですけども、ただ、センター試験の受験票が必ず必要になりますので、忘れないでください。はい、皆さんね、一般入試の受験票はお持ちなんですけども、センター試験の受験票、もういらないかなと思って捨てちゃおうとしてる方は、ちょっと待ってください。はい。はい。必ずいりますので、両方持ってきてください。はい。で、試験開始時刻はその学部学科によってちょっと異なりますので、皆さん受験票をしっかり見て来る時間をちゃんと確認してください。少し早めに来た方がやっぱりいいですね。そうですね。時間に余裕を持って行動するのって大事ですからね。そうです、はい。あとはもう皆さん体調を整えていただいて、リラックスして試験に臨めるように私たち職員も頑張りますので、皆さん安心して和歌山大学に来てください。はい。ということで、入試課の山口彩さんから入試日程など伝えていただきました。続いてですね、南海本線に新駅和歌山大学前というのがいよいよ開業なんですけれども、この話題について今回ね、番組の構成、企画、制作、当たってくれました。私の後輩です。FM 和宝の観光学部3回生、河内遥さんに、お話しいただこうと思います。こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。お願いします。去年ね、7月にももう、そうですね。大活躍で。ありがとうございます。はい、今回もご登場でございますが。はい、ありがとうございます。そうなんです。その新駅 ね、 そうですね。はい、できるんですね。そうですね。新駅開業についてちょっと、お話しさせていただきたいんですが、はい、南海電鉄南海本線和歌山大学前駅は、4月1日の開業に向けて着々と建設が進んでいます。はい。駅の位置ですが、三崎公園駅の一つ向こうの駅、京師駅と二つ向こうの駅、紀の川駅の間にできます。京師と紀の川の間。そうですね。はい。先日の南海電鉄の発表で、急行と区間急行、そして普通電車が停車することになりました。これは便利ですね。そうですね。もうほとんど止まるので、うわ、早く行けると思います。うん、で、その今まではですね、和歌山市駅まで移動して、で、そこからバスに乗って通学するルートだったので、うんうん、大阪南部から見ると大学を通り越してから、で、また和歌山市駅まで行って、でそこからまたバスに乗って引き返してくるっていうルートだったんですね、うんうんうん、でそれが新駅ができることで和歌山市駅まで行くことがなくなり、その新しい駅から直接自転車や徒歩で大学に来ることができます。かなりじゃ近いんです ね、 そうですね。まさにその和歌山大学前の駅という、そうですね、より便利になりますね。そうですね。やっぱ自転車とか徒歩で来れるってなるとだいぶ便利かなと思います。うん、そうですね。はい。で、現在は詳細なダイヤを検討中とのことなんですが、うん、和歌山大学と南海電鉄からの現在の発表としては、現行の所要時間よりも15分程度時間短縮が図れるということです。じゃあ実際にやっぱり早くなるんですね。そうですね。やっぱ15分、朝の15分は大事なんで。そうですね。本当に。そうですから。はい。はい。で、和歌山大学のホームページでも、新駅に関する情報を随時公開してますので、ぜひご参考ください。はい。和歌山大学のホームページはインターネットの検索サイトで和歌山大学と入力しますとすぐ出てきますのでね、はい、そちらを参考にしてみてください。はい。で、まあ実は私もですね、最寄り駅は南海の仙北高速鉄道っていう大阪にありまして、そこなんですけど、そこから、南海の和歌山市駅まで行くとなるとちょっと迂回のルートを回らないといけないので、でちょっとまあ JR までバスでちょっと出て JR で通ってるんですね今は。はいはい。でもまあこの和歌山大学前駅ができたら、うん、迂回をしてでも近くなった分時間が、うんうん、計算してみるとちょっと30分ぐらいはゆっくり、そんなに違いますか。朝なら、まあ、ゆっくり出れそうかなと思って、まあ次4回生になるんで4月からはちょっとまあ変えようかなって今考え中です。うん、ああ、
例えば3回生までは下宿をしていて、で4回生になって下宿じゃなくて実家から通うっていう人もいるんですね。そうですね、やっぱ授業数がね減るので。そうですよね、まあ、そういう場合は、まあ、実家に戻り、うん、大阪の結構上の方からでももしかしたら京都とか、明石の方から通う、まあ、友達とかも、うんうん、この駅ができたら、まあ、下宿を引き上げて戻ろうかなって考えてる人多いと思います、ね、だからいろんな人にとってすごく便利になる。そうですね、やっぱもう待ちに待った駅なんで、うん、ね、楽しみです。前からね、もうできるんじゃないかっていう話があったんですけども。そうですね、来年来年ってなっても、ね、でもいよいよですからね。いよいよあと2ヶ月ぐらいですね。はい、この4月1日にいよいよ和歌山大学前新駅が南海本線にできるというお話、 FM 和宝観光学部3回生の河内遥さんに伝えていただきました。ありがとうございました。ということで、今日お伝えしました和歌山大学の入試情報などはホームページでもね随時更新をしておりますので一度チェックしてみてください。話題の話題いかがだったでしょうか。先ほども言いましたけどもね、今回の番組制作は和歌山大学の学生広報チームと FM 和宝のメンバーが中心になって取り組みました。またスタジオの様子ですけれども、和歌山大学学生自主創造科学センタークリエの映像プロジェクトによってインターネットの動画配信も行っております。ユーストリームのページでですね、和歌山大学と検索していただきますと見ていただけます。入試直前ですからね、まず皆さん体調万全にしていただければなと思います。受験生の皆さんはね、これからがいよいよラストスパートですから、頑張っていただきたいと思います。では今日出演していただいた皆さんに一言ずつ感想をいただきましょうかね。では経済の小川さん、感想を一言お願いします。はい、なんか初めてのこういう機会だったんですごく楽しかったです。楽しかった、ありがとうございます。では教育学部斉藤さん、一言感想お願いします。はい、今日この機会のおかげで経済学部とかシスコとか観光とか謎に包まれた学部も知れて面白かったです。ありがとうございます。観光学部の山本さん、はい、と楽しい時間を過ごすことができたし、あとは母校の海地高校の皆さんにもちょっとありがとうと言いたいです。本当にありがとうございました。そしてシステム工学部の徳永さん、お願いします。はい、緊張したんですけども、皆さんと楽しくお話できてとても良かったです。はい、山口さん、ね、私たちから見て後輩ですけど、はい、皆さんしっかりしてますね、やっぱりね。そうですね、ここに並んでると私学生ってちゃんと分かっ、学生じゃない、私職員ってちゃんと分かってもらえてるのかなってちょっと心配なんですけど、皆さんしっかりしてますので、はい、これから入ってくる受験生の皆さんも、はい、こんな学生さんになってください。はい、そして最後に登場していただきました、はい、河内さん、前回にね、まあ、引き続いて登場させていただいたんですけど、まあ、前回より女子が多いですね。もう出てる人は全員女子ですからね。ですよね、女子力がちょっと高くて楽しかったです。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。女子力の高いみんなでお届けをしました。話題の話題ですけどもね、ではこの春キャンパスで待ってますということで、みんなで最後にですね、受験生の皆さんに待ってますと一言いただけますか。はい、それではこの春キャンパスで待ってます。では番組はこの辺で、ご案内は和歌山放送中川智美でした。話題の話題、この番組は和歌山大学がお送りしました。